ね、あの、まあ、事故、はい、ですかね、はい、になるかな。今までは5位が最高だったので、3位で更新ですね。今年は本当に全体的な流れ的に思うようなボーリングができたので、そのタイム、まあ、優勝のタイミングがたまたまジャパンオープンだったのかなと思いますけど、まあどの試合も、まあジャパンオープンに限らずどの試合もいい流れで1年間通してできたかなとは思いますね。そうですね、まあ、特別例えば自分自身の何かを変えるっていうことは特にはなかったんですけど、やっぱり一番変わったのは2016年のジャパンオープンで初めて優勝してから、やっぱりその気持ち的な、まあ、メンタルな部分になるのかなと思いますね。メンタルの部分でその、まあ、ある程度今まで持ってたポテンシャルが出し切れてない部分が、メンタルが整ってきたことによってある程度パフォーマンスとして出せるようになってきたのかなっていうのと、まあ、その16年がきっかけで、昨年の全日本で初優勝したっていうのがまたより大きな自信というか、自分のボーリングはこれで大丈夫なんだっていう自信が持てるようになったのかなっていうふうには思ってます。その去年の年末のジャポン、全日本優勝してからの自信が今年1年のボーリングにつながっている気がします。準決勝ぐらいからですかね、あのレーンのアジャストのイメージっていうのも非常に良くなってきて、こう、うん、アングルとしてレーンアジャストのアングルとして非常に自分が一番いいアングルの取り方をしてるんだなという自信が持てたって、準決勝で。なので、準決勝通ってからもこれでいいと思ってこう狙っていけた感じはありますね。なのでそれがその相手に勝つつもりで挑んでるんじゃなくて、そのレーン攻略する中で、まあ、結果勝てたという感じが良かったのかなと、思ってますね。そうですね、まあ、前回のジャパンオープンもそうなんですけど、1回で決めたいんですけど、なかなかこう緊張しちゃってですね、まあ、ジャパンオープンのインタビューで言ったんですけど、ボール選択を間違い挑んでしまった、まあ、その2択で悩んでたんですよね。まあ、ボール名で言うとフィジックスとニュートロンフィジックスっていうのがあって、準決勝からダブルエリミネーションまでずっとフィジックスオンリーだったんですよ。なのでテレビ決勝での練習の時に両方投げて、まあ、両方ともある程度一長一短というところで、まあ、いい面もあれば悪い面もあったので、まあ、ハイスコース社さんの、まあ、松屋さんと石原さんのサポートもあり、相談しながら最終的には自分で投げたい方を決めろというところで、まあ、予選から通して一番イメージの良かったフィジックスに信じようと思って挑んだんですけど、まあ、結果それがダメだったんですよね。まあ、まあ相手との勝負もっていう部分もあるんですけど、まあ、それが結果的にダメで、まあ、ニュートロンフィジックスに最優勝決定戦で切り替えたら、まあ、よかったので、そこら辺の読みがまだまだだなと実際思ったんですけどね。まあ、結果的に優勝できたからいいんですけど、まあね、1回で決めるようにしないといけないですね。まあ、僕の場合ジャパンオープンか全日本かっていうその特別なルールがある大会でしか優勝してないので、本来他の大会だとね、最優勝決定戦ってないんで、その1ゲーム勝負なんでね、その1ゲーム勝負でまだ勝ったことないんで、その辺まだまだ未熟なのかなと、まあ、
もうキンキンの話になっちゃいますけど、全日本も予報川添プロに負けてしまったので、いやジャパンオープンでやっつけたんですけどね、やっぱりランキング1位は強いですね、まだまだ力及ばずというところで、まあ、ちょっと悔しい。なんかこうジャパンオープン優勝したんですけど、全日本の負けの方が悔しくて、優勝した気持ちがちょっとだいぶこうなんかもう薄れたというか、なんかもう忘れちゃったぐらいで、悔しい方がこう来ちゃってますね、気持ち的に。その、まあ、プライベートというか、その大会以外で控室とかもそうですし、まあ、どこかエレベーターで会った時も、もう散々そのこと言ってましたからね、はい、川添プロも。なので、まあ、相当意識してるんだろうなっていうのもあるし、まあ、あの同じ所属の市原プロも、ラウンド1の時に川添プロに勝って勝ち進んでいったところがあるので、まあ、その辺で川添プロはその相模原パークレーンズっていうものに対して、ね、かなりその闘争心を燃やしていったと思うんですけど、まあ、その気持ちがね、結構強く感じてはいました。その何て言うんでしょう、そのジャパンオープン終わってから、この全日が終わるまではね、すごく感じてたんで、まあ、その勢いというか気持ちにやられた部分がありますね。はい、やっぱさすがチャンピオンですね、三冠王ですね。あのやったらやり返されるっていうのをまじまじと感じたので、まあ来年やってやろうかなと。はい、その全日本の勝ち上がり次第ではランキングトップも見えてたので、まあ、ようやく自分自身もこのその土台にようやく立てたのかなっていうところがあるので、まあ、やっぱ立てたからにはやっぱその一番上を目指したいなっていうのは、正直今まで16年間、優勝がなかったので、あの正直ランキングトップだとか賞金トップだとかアベレージトップっていうのははっきり言って考えてなかったです。まあ、それ以前の問題で優勝もしたことないので、ね、そのランキングトップとか考えてもしょうがないので、優勝っていうところが一番の目標で16年間やってきて、ジャパンオープン優勝して、全日本優勝して、また今回ジャパンオープン優勝してってなってきた時に、初めて今回ようやく何かしらのランキングのトップっていうものがようやくご自分の視界に見えてきて、まあ、自分でもその土台に立っていいんだなって今シーズンようやく思えたのかなとは思ってます。なので、まあ、目標が優勝だったのが、まあ、ランキングトップであったりだとか賞金トップであったりとかっていうところの、まあね、最終目標的には3冠っていうところが目標に、まあ、今シーズン戦って変わりましたね。うん、なので、まあ、来年はね、川添プロには申し訳ないんですけれども、ちょっと譲っていただいて、まあ、譲っていただいてって言ってもね、他に藤井プロとかね、碧プロとかも素晴らしい選手がいるんで、そうそう譲ってもらえないんですけれども、僕もちょっとそこの間に割って入れるような立場にようやくなってきたのかなと思います。うん、まあ、ちょっとカバーボールね、新調しまして、僕カバーボール、僕あのちょっとずつ浸透し始めてるんですけど、僕緑が好きなんですよ。緑が好きで、もう勝負服は緑で、もう必ず緑を着るっていうふうに決めてるんですね。まあ、あのインタビューとかでも言ったんですけど、まあ、4歳の娘が緑が好きで、まあ、僕ももともと緑が好きなんですけど、やっぱ娘の好きなカラーで力をもらうっていうんで緑っていうのを決めてるんですけど、その緑の色のカバーボールをもうずっと2年半使い続けた。新調しました。その見た目のかっこよさにやられまして、このロトグリップのかっこよさにちょっとやられて、その緑から浮気をしてしまったんですけれども、まあ、ちょっと来シーズンこのボールで挑んで、ちょっとあまりスペア取れなくなったらまた緑に戻そうかなとは思ってるんですけど、カラーリングと結構、まあ、投げていてすごい投げやすいカバーボールと、12月出るフェイズ3、はい、これはかなり僕の思い入れがあって、ジャパンオープン初めて優勝したのがフェイズ2っていうボールなんですけど、それの新作で、まあ、今回あの全日本も14位で予選通過して準決勝14位からのスタートだったんですけれど、その
フェーズ2っていうゴルフで、まさかあのトップシードまでいけると思わなかったんですけど、フェーズ2っていうボールでトップシードまでいけたんですよ。で、未だにまだ使ってる、気に入ってるボールなんですけど、それの最新作っていうことで、続編なんで、これも気に入って使ってるんですけどね、12月出るんで、これも出てるんですけど、12月出るんで、皆さんに使っていただきたいと思いますね。はい。で、まあ、今シーズン終わって、来シーズンですか。まあ、はっきり言って、あまりにも怒涛の11月、12月だったので、終わってほっとしてる部分が非常に大きくて、なかなか来シーズンっていう気持ちにはすぐなってないんですけど、まあ、さっき言ったように、来シーズンはようやくそういう三冠を狙える、何かタイトルを狙える立場になってきたので、まあ、最低でもランキングトップ、狙えれば三冠ですね、を目指して頑張りたいですし、全日本で川添プロに負けたのが相当悔しいので、その借りをぜひ来年の全日本で返したいかなと。まあ、もちろんそのジャパンオープンもありますんでね、2冠取りたいですし、全日本でもまたちょっとやり返したいかなと。僕はあのミディアム得意なんで、準決勝でいくら予選ダメでも準決勝で追い返してやるぞっていう、もう自信もついたんでね。はい、あの去年も今年もミディアム僕が一番打ってるんですよ。自慢ですけど、はい、なので、まあ、そのミディアムに対して一番自信を持ってるんで、全日本に関してはかなりいい順位で決勝戦に残れると思ってるんで、来年はもちろんタイトルも取るんですけれども、全日本をもう一度川添プロから奪還していい年で終われるようにしたいと思っています。はい、そこが目標ですね。タイトルを取るのと、全日本も一度川添プロから奪い取ると、タイトルを、はい、その目標です。頑張りたいと思います。まあ例年になくいい試合運び、ゲーム展開で、もちろんこのやはりファンの人がこのランクシーカーさんのライブ映像を見て、あの応援をたくさんいただいてるんですよ。全日本に関しても負けても昨日見たよとか、本当に応援をしていただいて、毎試合毎試合こうコメントをくれるお客様に力をもらって1年間まあ頑張ってこれたので、本当にこの1年間はいい成績で終われたのは、まあファンの皆さんに支えられた1年かなと思っているので、まあ、より一層ですね、来年頑張るんで、またね、ランクシーカーのライブ中継、まあ、近ければぜひ会場に見に来ていただいて、直接声援をいただけたらなと、力になりますので、ぜひですね、来年1年もよろしくお願いいたします。